内海映画は、大阪府大阪市出身の上方寄せ林三味線奏者、女道楽師。本名、田中愛子。情報落語協会会員。小畜芸能所属。現代における上方寄せ林三味線の第一人者で、ある。初芝高等学校卒業。少女時代から落語に興味を持ち、特に二代目、桂春町のファンだった。 中学卒業時と高校2年終了時に春町に入門を志願したが断られている。学生時代はソフトボール部所属でポジションはキャッチャー。その後も寄せに出入りしているうちに高段の3代目、極道南寮の地区を終え、1978年に南寮に入門、極道南町を名乗る。1979年に新世界新歌月で初舞台。しかし、 病を得たこともあり一年で廃業。1981年に漫才の内海カッパに入門し、現在の芸名を名乗る。女砲弾で一世を風靡した、東ずひな子にも興味を持ち、ピン芸人志向が強かったこともあって、入門後ジャミセの稽古をはじめ、1982年、カッパから紹介された寄せ林ジャミセ方の桑原文子に指示。 クワハラの名を許され、1984年より、寄せ林を始める。並行して万段師としても活動。2002年、二代目、桂春ラハ50回喫煙前工業に参加したことがきっかけで、春ルダ未亡人の川本久志英のもとで、髪型では長く耐えていた、園芸女道楽の復活に乗り出す。最近は、 海外での英語を取り入れた講座やジャズとのコラボレーション、出林の編曲、さらには演歌歌手など活動の幅を広げている。2009年8月26日、国立文楽劇場にて平成の女道楽内会映画でございますという独演会を開催、その席で立花垣津之助が18番としていた浮世節のタヌ全曲を演奏する。 山田鈴が芸術座公演、狸の劇中で披露して以来、誰も全曲はしてはいなかったのを映画が演奏し、評判となる。幕切れに、これからは映画の狸、と言われるように、と向上を述べたように、現役の芸人として、狸全曲版を演奏できる、唯一人の芸人である。2013年1月30日、2012年度文化庁、 芸術最祥の大賞受賞者として、女水会館で開催された贈呈式において表彰を受けた。2016年1月9日、ワウワウにて、ドキュメンタリー番組、ノンフィクション W たった一人の伝統芸女、道楽、内海映画の息を放送。2016年7月、富士急ハイランドのアトラクション、テンテコマイのテレビ CM に出演。初の CM 出演を果たす。 ありがとうございます。